2000日経です。今日はヨイドの人気スポットであるザ・ヒュンダイソウル百貨店のおすすめランチをご紹介します。地下2階、5階、6階にたくさん飲食店が入ってるからどこに行くか迷うと思うって時におすすめできる韓国料理店を今回ご紹介していくので、ザ・ヒュンダイソウル行く人はぜひ参考にしてみてね。また動画の最後にお店の総評結果も正直に述べていくので、そちらもぜひお楽しみに。そしていいねやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではカジャーってことで、ヒュンダイソウル来ました。5号線のヨイドル駅または5号線のヨイド駅からヒュンダイソウル行けるので、僕も早速こちらのゲート4から入店していきます。入ったら大きい噴水みたいなところに出るんだけど、今から行くのは6階。ってことでエスカレーターで6階まで行きます。5階にめちゃくちゃでかいミッキーいた。なんかイベントしてたんで後で見に行きます。6階の中央らへんにこちらの今回行くお店があります。ミッキーの右耳らへんかな。そこらへんに位置してるこちら、スンオクイネミョンガっていうお店に行きます。ここはヒュンダイソウルの中でもものすごく評価が高いチェジュ料理を取り扱ったお店。韓国の人もチェジュ島行きたいっていう人多いから、そんな人気観光地の料理を取り扱ってるってことで人気ならざるを得ない場所。基本的に海鮮系が多く、値段はちょっと高めかなっていうのが印象。また11時過ぎに着いて入ったんだけど、席はちょこちょこっとまだ空いてたかなっていうレベルでした。席数はそこまで多くないように見えたけど、デパートのご飯屋さんって考えたらこれぐらいが普通かな。ってことで15分ぐらい待ったんだけど、こちら。じゃじゃーん。今回頼んでるのが海鮮土鍋とタチウオの焼き魚の定食ランチになっています。ものすごく悩んだんですよ。本当にどれも美味しそうで。ただ、チェジュの料理を取り扱っているってことなので、メニューの名前にチェジュが入っているものを選んで、その中でも今回は海鮮を楽しみたいなって思ったので、海鮮の土鍋と焼き魚にしました。この土鍋の中ですね、結構具材豪快に入って、まずこれアワビですよね。メニューには何の海鮮が入ってるか記載してなかったんだけど、どっかどう見てもアワビだなって。チェジュは海が近いから土鍋もこんなに豪華にアワビ入ってるの。そしてカニ、カニもまあ豪華に入っていますね。他にも具材見ていくと、かぼちゃにえのき、あさりにエビが入ってます。おかずは4品ついてきて、ご飯は紫色の雑穀米。これで29,000は約2,900円っていう、ランチにしては高いなって思える値段かもしれないんだけど、タチウオの焼き魚も一つ入ってるし、何より海鮮に入ってる具材も結構豪快に贅沢なもの入ってたので、29,000は約2,900円っていうのは妥当な値段かなって、この景色から思いますね。僕、アワビ、貝ごと入ってんの初めて見たかもしんない。他にあったメニュー、さらっと見ていくと、鴨飯にアワビとか入れた、松茸ご飯みたいな感じの海鮮バージョンみたいなのがあったり、辛めに炒めたお肉料理とかあったり、写真見てても、どれにするか本当に迷うほど、すべてが美味しそうに見えたんですよね。その中でも、どれを食べるべきかっていうのを本当に悩んで悩んでして、まあ皆さんだったら土鍋海鮮のやつちょっと気になるかもしんないなと思って今回これにしました。そしてまあ食べ進めていってるんだけど、食べ方としてはもう普通に食べていけばいいと思う。カーメシとかでもないからね、今回のやつは。特にこうすべきみたいな特徴的な食べ方はないです。ってことで早速味述べていくんだけど、まずスープ。一口目で感動しました。というのも、海鮮がやっぱり具材たくさん入ってるから、出汁がこれでもかってくらい出てた。特にカニの出汁がたっぷり出てて、これが美味しすぎましたね。後味にカニの風味がものすごく感じます。あと僕、もうね、いろいろ食べていこうかなって思ってるんだけど、アワビって、本当にどうやって食べればいいかわかんなくて、今これ格闘中です。海鮮料理って美味しい分、自分でカーブとかめくんなくちゃいけないから、難しいとこあるんですよね。そんな難しいとこに今ぶち当たってます。そんな海鮮土鍋なんだけど、辛さは、ピリッとした辛さはあるかなっていうぐらいです。ただ、そんなに強い辛さじゃないから、特に食べれないことはないと思う。ただ、キムチ食べれないっていう人は無理な辛さかな。また、タチウオの白身魚もあって、白身のシンプルな魚で脂っこさとかはないです。ただ、個人的に僕はサバの方が好きだなって思った。タチウオは骨が綺麗についてて、
取り分けやすかったなっていうのが感想です。動画撮ってないんだけど、めちゃくちゃ綺麗に骨取れたなって、隣の人の僕が綺麗に骨取ってたのガン見してましたもん。そしてアワビちゃんと取れました。なんかスプーンでぐるぐる回してたら取れた。こんな丸々っとしたアワビを一口で豪快に食べたんですけど、これは食べ方合ってるんですかね。初めて食べたっていうのもあって、もちろんアワビガイとか、食べたことはあるんだけど、こんな貝に入ったやつをそのまま取って一口で豪快に食べるみたいな経験はしたことないから、正直味があんまり分かんなかったです。初めて経験する味で、これは美味しい味なのかどうなんだろうっていうのが感想でした。なんか七輪とかに焼いて醤油かけて食べるみたいなシーンはドラマとかでも見てたんで、そういうので食べてみたい。次はこれでアワビじゃなかったらすごいダサいんですけど、そして次にカニも入ってたと思うんだけど、スープも吸い込んでて味は良かったし、カニとエビはまあ食べ方してたのでさらっと食べれましたね。そんなスンオクイネミョンガっていうお店なんだけど、入った時が11時過ぎだったから入れたんですよね。でも12時過ぎぐらいには待ってる組もいました。6階に今いるんだけど、この6階のグルメ店ってちょっと値段高いとこもあるし、基本みんないろんなお店がある地下1階に行くんですよね。だからそんな6階がコインまくるみたいなことはないと思うんだけど、ここは評価も高くて人気で、休日は混雑してると思う。ウェイティング待ちは結構あるはず。また注意したいのが、平日も休日もブレイクタイムあるんですよ。15時から17時半まである。だからヒュンダイソウルでランチまたディナーしようと思ってて、もうこのお店行きたいっていう方はディナーだったら17時半、ランチだったら11時ぐらいとかに行くのがおすすめですね。じゃないと多分込み込みで席なくなると思います。で、予算は1人2000円ぐらいはかかるかなっていう、まあ、しっかりとした手仕様で味わえるお店です。では今回もポイント3つまとめていきます。まず1つ目がチェジュの美味しい料理が食べれるっていうところ。チェジュ島に行けばこういった海鮮系の料理あるのかな。まあ僕チェジュ島行ったことないんであれなんですけど、ちょっと一回体験してみたいですね。続いて二つ目のポイントは海鮮贅沢に使ってるっていうところ。海鮮の鍋とか今まで食べたことあるんだけど、さすがにここまでアワビ1個ドーンって入ってたりとかはなかったんで、かなり贅沢に使ってるなと思いました。続いて三つ目のポイントが評価が高いっていうところ。ネイバーマップの評価見ても 4.7 ちょいとかで、これ結構高い方なんですよね。 Google マップで言うと4とか 4.1 ぐらいのレベルだと思う。食べログで言うと 3.5 は超えてるはず。これはもう僕個人の感覚なんであれなんですけど。ではスノクイネミョンガさんの味、コスパ、接客、清潔感を星5段階で述べていきます。発表すると、味5、コスパ3、接客3、清潔感5。総評結果は推し、友達に紹介したいレベルでした。やっぱね、値段高いなっていうのはある。だからコスパに関してはそんなに普通かなと思って、ただ味はもうズバ抜けて美味しかったです。またヒュンダイソウルの百貨店っていうことで、清潔感もものすごく高いなっていうのがありましたね。じゃあもうごすみだー。ってことでミッキー見に来た。イベントをしてて、ディズニーが100周年っていうことで、今年いろんなディズニー作品の空間になったところで写真が撮れるっていうので、これみんなそれ待ちです。カップルとどちらかというと家族で待ってる人が多かったかな。作品もピノキオとかトイストーリー、白雪姫、プーさんとかあって、またグッズ販売してました。新宿のディズニーストアフラッグシップのお店行ったことあるんだけど、そこと比べたらまだ小さい子向けのものが多かったかもしんないね。でもキッチン用具とかもあって、いろいろ買ってる人多かったですね。こういうのスマホスタンド買ってる人もいたし、サマーフェスティバルっていう風に記載してあったんで、夏だけかなって思います。なので10月までに終わってるんじゃないかなって。なのでヒュンダイソウル行く方はこれ5階にあるんだけど、ぜひ行ってみてください。僕はもうプラーって歩き回っただけなんだけど、一番テンション上がったのはこのマーベルかな。ディズニープラス僕加入してるんだけど、理由がマーベル見たいからです。ってことでヒュンダイソウルにあるスノクイネミョンガっていうお店のご紹介でした。以前は食べ歩きできるようなものを中心に紹介しました。で、今回はランチとして絶品のお店を紹介しました。他にもお店はいろいろあるんだけど、韓国料理ってなったら今回紹介したお店はかなりおすすめできるんじゃないかなって
ヒュンダイソウルで韓国料理で美味しいお店知りたいなっていう方は今回の動画をぜひ参考にしてみてください。それではご視聴誠にありがとうございました。お店の詳細情報は概要欄に書いてあるのでぜひチェックしてね。行ってほしいお店、食べてほしいものなどあればコメント欄にどうぞ。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョーン。